はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。というわけでバンプの強化ですね。もう2回失敗してますけどやっていきたいと思います。というわけでまあとりあえず有能を詰め込んだ変化デッキです。はい、これです。彼女なしです。彼女アリーももういきなり3つかやっていきたいんですけど、でセク2からなんで変わるのはまあまあ最初は評価上げですね。評価上げと、まあ、できたら5色全部今回は狙っていきたいので、まあ最初は強化がいいかな。強化が一番吸血のパワーアップの恩恵を受けていないところになるので、それ以外を取っていきたいですね。ね、スバルが失敗しやがるんですよ、やっぱこいつ。だから頑張ってくれって感じ。ほんとスバル次第。ほんとね、闇スバルとはよく言ったもんですよね、ほんと。お前ら遊んでる場合じゃないんだけど。評価上げやすいけど、後で来てくれよ。はーい、なるほど。どうしよう、あと1回練習できるね。魅了、まあ魅了の方がいいかも。まだ2人こっちかな。でだいぶタックは踏めるね、これで魅了してるから。まあ踏むとは言ってないけどね。まあいいのが来たら踏みますよ。でね、まあネビュラ、おー、なるほど、来るね。なんかなんであとはどこまで攻めるかっていうところですよね。こっち来て強化。さあ行きましょうか。まあ、強化は踏んでおきたいんで、これで強化してテクニに行きましょうかね。これチームメイト評価上がんないっけ。上がんないか、やられたわ。あ、もう一回練習ある。よし、どこチースー太郎か。チースー太郎か。金賞もらえるのは嬉しい。聞きません。知ってるかな。なるほどなるほど。これはこっちか。課金いらねえ。ドゥ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 。どうしよう、まだまだだから踏みたくないな。踏みたくないんだよな。まあ踏んで待つっていうのもありなんですけど。笑え、ダメだ。ゾーンまだ評価いってないんだよね。これが難しいところなの。いつなんか刺激を選ぶかっていうのがポイントなので、意外とね。はいはいはい。これもいっていいかな。ここで踏んで、次に来るのが理想だけど、来ないのが現実。来たら神。でも一回休んでから来てほしいな。あ、そうでもないかも。さあ。そう、どっちだ、これ。固定してもいいけど。固定しちゃおう。来たな。うん、まあ、とりあえず OK。 切れない。結構レベルアップ早いので強奪を結構踏めるかもしれない。おお、強化乗ったね。からの刺激。あ、これはなんだっけ、変わらないようにしないと。これは変わるんだよな。上だと魅了、真ん中バラエティーか温泉、温泉精神をもらおう。で回復。あざし。そうきたか。遊びまーす。タイミング割り。頼むよ。ここ粘りどころだから。おお、大吉に、大吉実は2連発。2人なら行こうかな。いってらっしゃい。おお、これびっくりした。まだね。あざす。最悪5種はね取れなくても投手はいいかなって感じですかね。野手は欲しいんですけど、しかも今回は刺激ではめよう回なので、まあいいんです。あ、これはもしや、これは刺激できんじゃなかったっけ、できないんじゃなかったっけ、どっちだっけ。いきましょう。あー、ないね。強化吸収魅了しかないわ。じゃあどうしよっかな。普通、興奮するしない、あ、吸血にしとこうか。こんな方と、いや魅了にしとこうか。なんでもいいんですよなんでもいいんですよ、ぶっちゃけ。はーい、どうせ変えるからね。あ、シャッフルか、次。じゃあいただいておきます。はい、定します。あ、どうしよう。難しい。あと一旦待ってもいいし、2人だからな。ちょっと攻めます。あーあーああ、1人遊ぶ。マジやられた今。来いよ。あ、そっち。わあ、もう全然成功しないこれ。まあいいや。その分点数取って。はい。はい。いいでしょう。技術えぐいな。友沢、虹谷、2人ともか。スバル。俺、お前50にしたんだからさ、お礼に一発ぐらいいいだろうがよ。強化。はい、どうですか。おお、いいっすね。ナイスカロリーバー。技術やば。もう一発頼むよ。2人か。いけるね、2人だけど。どうしようこれ。使いたくねえ。2人で OK。どうでしょう。おお、これ強い。これはやばいな。でもこの500点を技術とかに持ってかれるとだいぶ辛いので。あ、どうしよう。さすがにこれでいけるでしょ。精神ちょうだい。技術精神。なんとも言えない。なんとも言えないの来たな。超回復。もう一玉か。ピンチ。いや、もうほんとスバル次第なんだけど、普通に。どうしよう。技術が欲しい。技術欲しくないけど、なんだ。技術をはけたい。難しいな。どっちでもいいな。OK。OK じゃない。奪三振欲しかった。ちょうどいいとこで精神に行けばいいんだな。もうシャッフルじゃん。シャッフルのタイミング悪いな。精神。では遊びます。わあ、危ねえ。4月1週かと思ったら5月1週だった。どうなんですか。お、3人いる、ラッキー。技術変化。技術はいらんのよ。マジ帽子山口欲しい。前イベドンピシャなんだけどな、あいつ。やばいじゃん、技術が。こう直で取る。いや、逃げ玉取ろう。やばいじゃん。どうですか？強っ。伸びください。オッケー。おお、ナイス回復。失敗すんなよ。あれ、叫んな、あいつ。あいつマジふざけてんだけど。あいつマジふざけてんだけど、何？一発損したじゃん。ほんとふざけてる。まあ4つ来たから技術あふれる。マジふざけてんな。マジでマジでだよ、ほんと。マジで島だよ、ほんと。お、伸びありがとう。もが乾燥するかな、怖いな。あ、なんか変わっちゃった。知らんかった。あ、これ刺激にしてくれるやつじゃねえか。刺激にしてくれるやつだよね、確か。これ選ぶと。だから変わらないはず。回復。2人いっとけ。おーい、技術がどこで使えばいいの？技術のはけ口ない。いってらっしゃい。こうなっちゃうからあれなんだよね。あんま点は出てないと思うけど。9000か。微妙。はい。でんあれ伸びとったっけ。取ってねえよ。でしょ。よいしょ。おっとイエイ。おっとさっき内藤博士頑張ってたんだけどな。強肩ミスつけてホームで刺したりとか。おい何しとん。エラーはないわ。なんだなんだ、ぶんねえ、あぶねえ。危ねえよ。はい3タック作チェ技術やばいな。技術やばいし、これこの調子だと友沢くんが完走しない。どうしよう。見てこの青だらけ、青だらけ。おーあと1回。いけっかな。ちょっと微妙なんだよな。勝手に点取られんね、やめてほしいよ。投げた縦のスライダーボールアウトコース低め決まってストライク、伸びのあるストレート投げた低めボールが回った、ファール投げた空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。初球にでも成海も完走してない気がするな。投げた2球目ストライク、これで追い込みました。あれ右へ切れたファール、ドクター K も来てるんじゃない。何が起きてるの。やべえ。これもしかし空振り、タイミング合いません。打ちました宇宙間へのフライ、取ってアウト。あれ？なんかおかしいぞ。なんかおかしいぞこれ。あ、来てない。うわミスゼロも来てないし、とも3人来てない。やばい3人来てないわ。お前か、しかも一番きつい精神。精神もらえるのがあるなら行きたいんだけど、ちょっと粘っていいですか。やばいなこれは。なぜよりによって友沢と友沢じゃねえ、頭回らん。虹谷と成海来てないのに勘弁してくれよ。イスバルも失敗してんべ。イベント多すぎるのかな。投げました。インコース低めいっぱい、見逃し三振。タッキーナイスピッチング。1球目ストライクから第2球、膝元ボール。投球はこれから3球目。縦のスライダーはストライク、キレのある変化球、膝元空振り三振。じゃあ誰がいいんだろう。三振に切って取りました。まあエレキとかでもいいんだけどね。同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面でトーネ。ネクストバッターサークルには土屋。次が4球目。ボール。第5球投げました。見逃し三振。安定感出すんだったらエレキか。投げました。直球ストライク。インローへ伸びのあるストレート。打ちました。セカンド右アウト。オッケー。精神精神、はいくれ。てああマジか。どうしようこの技術どうしようね。邪魔だわ。頑張れ。精神が欲しいんだよね、要は。さあ頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。万方向対逆方向。精神ボナがいれば本当問題ないんですよ。先制のピンチです。ノーアウトランナー。サードグラウンド、ボールをつかみました。投げた。縦のスライダー見送ってストライク。投げた。インロー空振り。第3球を投げた。高め空振り三振。タッキー見事なピッチングです。バッターは4番相馬。初球ストライクから変化球ストライク、インハイへ投げた。よいしょ。低め空振り三振。タッキーバンプ先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で相馬。今日は三振とセンターフライ。投げた。変化球空振り三振。タッキー見事なピッチング。もうまあカイドよりは強いわバンプで技術がいよいよやばいと。どうしましょう。はい。どうしましょう。エピローグぐらいじゃ溢れないよね。はい、溢れるか。お、岸田。明日ついに実装となる岸田君ですね。はい。勝ってちょうだい。何にもせず終わりたい。なんで2点も取られてる。バンプ追加点のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面でモードレット。投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。取りました。これでツーアウトランナーは2塁変わりません。打ちました。初球打ち。点取れ点取れ。ああどうしようもないどうしようもない。それはいやーこれはまあこんなもんすかね。もっと全然ハマる高校ではあるんですけど、ちょっと微妙だったかな。まあ最初はこんなもんでしょう。ということでサクッと終わっちゃいます。クソ余ってるもんな。そう、何もないからあげれない。はい、というわけで、はあ、まあ、点数は出ると、点数出るけど、そこからどうまとめていくかっていうところが大事なのかなっていう感じでした。まあこんな感じですね。刺激はしやすいよっていう感じです。はい、というわけでございました。まあちょっとね、どうしようかな、まあ、また野手とかだとまたね違う感じにはなる。5色狙ってってとかミクリア使ってとかいろいろやっていきたいので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価いただけると、はい、モチベーションにもつながりますので、ぜひお願いいたします。はい、それでは皆さん、ピースの一日を、バイバイ。